どうもマミムメンディです。今回のムーブオンは2017年も終わりを迎えようとしておりますこの師走のもうねこの12月独特の素敵な景観と空気感が少しでも皆様に伝わるようにメンディ頑張っちゃいます。よろしくお願いいたします。チャンネルはそのまま。第33回、そして2017年最後のムーブオンは井の頭恩賜公園からお届けいたします。こちら井の頭恩賜公園、元は皇室の御領地でしたが、今からちょうど100年前の1917年、当時の東京市に貸しされ、日本で初めての郊外型公園として開園いたしました。現在は最寄り駅の一つである吉祥寺の人気とともに、自然や安らぎを求めて訪れる人の絶えないスポットです。東京の武蔵野市と三鷹市をまたがる広大な敷地の中には、江戸時代に初めて引かれた水道の源流である井の頭池があり、1898年に水道が改良されるまでは飲み水としても利用されていました。いやー、なんかね、ここから橋はね、本当に昔私がちっちゃい頃は木造のね、橋でガタガタキシキシ言うような橋だったんだけど、綺麗になってね、あ、鳥だ、鳥が羽ばたいておりますわ。そう、あそこに本物の鳥がいるけどね、ふと目線を変えると偽物の鳥たちがいっぱいいる。この景観がね、まさにこの井の頭公園っていうような感じで、ちっちゃい頃よく乗りました、あのスワンに。うん、父とかが隣でこう漕いでくれて、私はひたすら座ってるだけでね、景色を眺めるって感じだったんですけど、懐かしい。いいよね、気持ちいいよね。冬でもやっぱり水面にお昼だと太陽が反射してこっちに帰ってくるからポカポカです、ね、今日10度ぐらいなんだけど、そんなもっと10度じゃなくてもっと暖かく感じるなぁなんかほんの少し角度変えるだけでね、いやー、今年1年の疲れを、まあちょっと早いかもしれないけど、落としに今日導かれたような気分になるわっていう感じ。お尻に刺さっちゃった。綺麗。カモだね。カモか。食べれるかな。私カモ肉すっごい好きで。美味しそう。美味しそうね。見て。カモン。下に沈んだったよ。カモンって言ったら下に沈んじゃったよ。つまんない。自然界には置けませんでした。あれ、なんか乗りたくない？そうでもない？乗る？乗ってみよっか。10年、20年ぶりぐらいかも、乗るの。行ってみよう。
すごい。わあ、なんか一歩一歩ずつ幼い頃に帰っていく感覚。はい、スワンと書いてある右手の看板を押すんですか。はい、どうも。はい、お、揺れているね。なんか自分で漕ぐの初めてかも。あなた漕がないんでしょ。私が漕ぐのね。はい、すごい。17号、はい、こちらで。はい、どうぞ。はい、よくしょ。おー、すごい。どこいしょ。おー、これは足で漕ぐんですか。6分までです。はい、行ってきます。はい、これすごい、初めて。面白い。すごい。これどうすんの。これぶつかっちゃうよ。ちょっと待って。これで何これどうしたらいいの。これどう、違う、あなたさ、待って、これどうすんの。これハンドル、これ。ちょっと待って、なかなか結構面白い。ちょっ、わあ、すごい。きっとこれ地味な絵。これ結構スリルありますね。というのを、他のボートとぶつからないようにしなくちゃいけないから。あ、これは私に向いてません。これは私に向いてませんね。私ね、一応免許持ってるんですけどね、まあ、免許関係ないか、ボートだから。すごい、これ親に焦がせてたことを今ね、詫びたいと思います。ちっちゃい子たち、これをもし見ていたら、自分でも一緒にお父さんと一緒になって、お母さんと一緒になって漕ぐんだよ、分かったかい。あ、でもなんかこう、何、船の上からもう鳥が見えるから面白いね。もうこれね、躊躇してちゃダメだ、どんどん前に行かなきゃ。わー、すごい、奥に進むとまた綺麗。鳥さん、こんにちは。あ、コツがつかめてきた。あ、コツがつかめてくると、なんか冷静にこう景色を見れる。疲れた。面白い。あ、そっか、もう葉っぱ散っちゃってるけど、夏場だときっと葉っぱがあるから、また全然景色が違って見えるんだろうね。わ、見てください、目の前カップルがボート漕いでます。いいね、でもカップルであえてこういうスワンじゃなくてちゃんとボートでこうデートしてるっていいね。なんかスワンで一生懸命漕いでる味噌汁の自分がバカに見覚えてくるけど、面白いね。でもこれは面白い。あ、また鳥がいた。どうも。これね、あとね、結構いい運動になるんですよね。私冬場寒いから、これパンツの下に1枚レギンスみたいなの履いてるんですけど、暑くなってきた。
あ、ぶつかんないようにしなきゃ、危ない。どうしよう、これは参ったぞ。これね、考える、なんかテトリスの駒になった気分。いいコメントしたでしょ、今私ね。すごい、なんかこういう AV 見たことある。今日の夜ご飯何にするみたいな。え、みたいな。あ、カモが、見て。どうも。そうだ、普段きっと池とか当たり前だけど泳がないから、こういう普段よりも間近に水鳥が見れるっていうのはね、いいよね。これ桜の木だ、綺麗だろうね、春来たらね。地の果てに来ちゃった感があるけど、どこまでこれ続いてんだろうね。ね、池でもさ、右車線、左車線とかあるのかな。ないか。あ、ごめんなさいね、カモさんたち、どうも。はい、カモー、カモー、あ、来た、カモー。こんなに間近にいるのにシカトされた。あー、カモさん引いてしまうよ。これでカモに当たったら超新事故になるのかな。人身じゃなくて超新ってことだよね。超新事故に気をつけましょう、皆様。ボートを漕ぐ皆さん、超新事故に注意よ。いやー、井の頭公園の自然は豊かでね、本当にたくさん鳥がいますから気をつけないとね。じゃあここで U ターンをしたいと思いまーす。はいよー、はいよー、はいよー、はいよー。あ、綺麗、なんかこうで、これね、綺麗ね、ほんと。Uターンするとまた景色が違うね。これでもね、私一応免許持っててペーパードライバーなんですけど、これは運転の勘取り戻せるかも。普通の車と違って水圧があるから、いや、多分水圧がなかったら普通にスルスルってこういうハンドルとかいけちゃうんだけど、水圧があるから車と同じように重さがあって、あ、こういうのダメね、許せない、ゴミ許せないね、ひどい。あとで捨ててあげよう。ダメよ、こういうゴミとかね、ほんと。これさ、スワンボートじゃなくてもよかったよね。こう川岸から
ボートを見てる分にはスワンボートあー面白いなって思うけど、これカメラ回すって言った時こいつ首邪魔だよね。真っ二つ。龍がもうね、そんなこと考えずにでも童心に戻れちゃうのがこのスワンボートのね、憎いやつだわ本当。贅沢な昼下がりだこと。これね、ボート社会っていうかスワンボートに学ぶ交通ルールって感じで深いわ。譲り合いの心大事ね。これこういう時スワンボートっていいよね。普通のボートだったら当たっちゃった時グラングランバシャンとかなるけど、これなんか強そうだもんね。ガードが、おお、よかった。あ、今度前か。おお、いいっすね。こう、どうも。どうも。すいません。あ、ちょっとぶつかっちゃうかも。あ、大丈夫です。大丈夫です。いいね、スワンボートに学ぶ交通ルール。人としてのマナーを、まさか今日、スワンボートで。から教わると思いませんでした。でもね、これちょっと想像してた以上に楽しい。いいっすね。長かった私のスワンボート人生にも引退の時を迎えようとしております。まるでそう、この師走の日下がりの木漏れ日のようでございます。あ、カモが私を祝福してくれております。カモン。はーい、はーい、戻ってまいりました。はーい、ありがとうございました。はい、あー楽しかった。延長されてますので、はい、はい、気をつけておいてください。はい、ありがとうございました。よいしょ、これ池に落ちてたの。あ、すみません、ありがとうございます。あっちで捨てときます。あ、大丈夫ですか。あ、いいですよ、捨てときますよ。ありがとうございます。あ、大丈夫ですか。すみません。どうも。あー、いい運動した。うん、次来るときはこっちにしよう。いやー楽しかった。あ、井の頭公園堪能しまくりでございますね。あ、井の頭公園名物未服団子。へえ。一本いただいてみますか。くるみ味噌って聞いたことないね。くるみ味噌一本ください。はい、350円でございます。はい、400円お預かりします。はい、どうも。はい、すごい。はい、くるみ味噌です。あ、どうも。ありがとうございます。はい、じゃあスワンたちをね、このひなびた場所で眺めながらいただきます。昔食べた味で思い出した。そうだ、くるみ味噌と言いつつね、あの醤油の
タレの団子に近いさっぱり感があって、でその中にほのかにこのくるみの香ばしさがある感じでね、すごくマッチしてます。あ、わかった、ちっちゃかったからもっと大きく思えてたんだ、この団子が。大人になったんだね、こんなちっちゃかったんだね。うわあ、なんかそういう感動もあっていいんじゃない今回の旅。うまい。いやー、日が傾いてきちゃったね。なにこれ、あ、小さい焼き見つけた。へえ。なるほどね。こちらは作曲家中田義直の生誕90年を記念して2013年に建てられた歌碑になります。この小さい焼き見つけたは作曲された当時三鷹市に暮らしていた中田氏がこの公園を散策している時に生まれたメロディーです。誰かさんが、誰かさんが、誰かさんが見つけただよね。いいね、風情があって。なんかこう化粧箱みたい、いろんな、もちろん紅葉もそうだけど葉の色づきがやっぱ木によって全然違うから、こう頬紅だったりだとかね、こう口紅だったりだとか、そういう和の化粧道具の詰まった化粧箱みたいな景観だね。なんか噴水が歌ってるんだよね。歌ってるっていうか、まあ、楽器なのか歌なのか解釈どちらでもいいけど、もう音階になってるんだよね。噴水が水面に落とすその水しぶきの音が、じっくり聞いててみるとね、なんだかこう唐揚げを揚げるような音がする。ガラガラガラ水の音って不思議だよね。いろんな連その想像ができるし、いいね。なんかすごい奥地に来てしまったっていう錯覚に陥るよね。きっとまあ公園の自然がそういうイオンを発しているからなんだろうけど、今年最後の小さな旅、終着点はこちら井の頭弁財天。豊かな自然の中にまるで炎が立つように赤くそびえ立つ本堂、そのコントラストが印象的です。井の頭弁財天は平安時代に源常本が弁財天女像をこの地に安置したのが始まりで、その後
1197年に源頼朝が東国、現在の静岡県から関東一帯と甲信地方の平和を祈願してお堂を建立したとされています。その後、戦による焼失や数百年の衰退の後、江戸時代に入り1636年徳川家光によって再興されましたが、1923年の関東大震災によって損壊。そんな歴史を経て、現在の社殿は1927年に再建されたものになります。今日は自然芸術にこう自分の中も絵の中に溶け込んで、もう絵画なのか日本画なのかちょっとよくわからないけれども、でもなんか自分もその絵の中の一人の主人公に、主人公は逆にわかんないな、でもとにかく絵の中のキャラクターの一人だった気がする。今日は2017年12月っていう絵の中の一人のキャラクターとして、なんかこういう自然の色に溶け込めたことが、なんか本当に幸せだなって、こうしかも遠出してこういうところに来たわけじゃなく、日本人として日本にいて身近にこういうところがあるっていうことが、なんか本当にとても恵まれてると改めて思いました。その気持ちを忘れずに、来年も私なりに素敵なキャンバスの中の絵をお届けできればねって思ってます。ちょっと時期早々にはなりますが、良いお年をお迎えください。それではメンディーでした。また来年お会いしましょう。時に人は